釣ってみせましょう。あーかっこいい。俺ですか。やべえ、いたよミスター今井。おはようございます。パン会はい、まあ今日反省してるんで頑張って釣ります。いった、マジいいじゃん。よかそう。バレちゃった。抜いたん？え、抜いた。上の方で切った。下の方だった。だから下ぐらい、10ぐらいだって。また裏が食った。なんか仕掛けを立てた方が食うかもね。あんまり流さない。さっきも反対だし。でかいか？え？ナイス連行。オッケーオッケー。見せてくれ、見せてくれ。ナイスナイス。オッケーオッケー。なになに、ガッチャン、ナイスガッシー、ナイスナイス。この辺めっちゃ泥、めっちゃなんか砂の中でねじって練り込む頭が。いいね、これより深いとこ行かないと。まあ、頑張ります。いや、玉、玉かおくしるってこと。いいね、いらねえな。大体瞬間、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 大体瞬間。お、来た来たー。デブイじゃん。いい音です。なんか聞こえたぞ。はいですか。はい。60ですか。60。話したか、話したか。あ、話した。俺が釣りしてない時間が一番釣れるな。お、当たってんじゃん、当たってんじゃん、当たってんじゃん。おお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 いおい、ナイスナイス、やったね。オッケー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 。めっちゃいい。こっちらしいね。地味だったね。いいですか、写真いいですか。はい、いいですか。お願いします。どうしたん、何事。あ、抜けちゃう。いや、そっちよ。何事。何が起きたん。祭ったんです。祭り、祭ってで手書きでしちゃったの。はい、結べばよかったのに、回収するために。P をしたら手で回収できせんでよかったよ。ああ、なるほど。まだ、まだ綺麗ではないんですよ。あ、けどもうよれちゃってすごい。ええー、絶対釣れそうなのにな。おかしいな。やったじゃん。すげえじゃん。ちょっとメンタルタックル、メンタルタックル。マジで。やったじゃん。初？初ですね。初の魚？はい。初の魚でもないんですけど。本当。船で。初体験？はい。初体験。そう。そうですね。どうだった？いや、思ったより。か、こんなもんかみたいな。こんなもんかみたいな。おいしい。まあ大体そんなもんだね。よかったね。楽しいですね。おめでとうございます。はいはい。よかった。そっちは？え、ティオ、でかいじゃん。え、ちょっと俺もちょっと釣りたいんだよ、今日は2、3匹。おさも写真ください、後で。OK。すいません。あ、魚かかってんね。そう。それかかってんすよ。やっぱ置き竿が一番強いんじゃん。ってことは今日、トロ巻きだな、釣れるの。しかもタイじゃん。いや、タイじゃないこれ。そう。重くないじゃん。重い、でっかい、そういうじゃない。これが釣りたい。タイじゃん、タイじゃん、しかもでかいよ。ナイスナイス、ナイスナイス、おめでとう。いや、さっきお祭りしてる時にかかってて、もう疲れたんじゃない。でしょ。なんでそんな当たると。タイじゃない。早く来たからだよ。だよな、当たった当たった。おお、けど、タイじゃない。え、なんだこれ、なんか雪を持って。イエーシ。今日入れ食いだな。
懐かしい。もうでっこ。やったー。懐かしい。ちょっとでけえな。タイじゃん。調子いいね。タイ上の方で食った、下の方で食った。下の方かい。わからんな、上まで巻いて下で食ってんのかな、どっちかいな。いや、俺もガッシーだけだよ。もうちょっと疲れちゃったよ、俺。ちょっと休憩しようかな。ちょっともう置き竿だね。ね、でもこれわざとだから。ちょっとご飯食べよう。サオとか、俺の代わりに働いてるサオ。すごい。抜いた。タイだった。でかかった。ってかおかしいな。沖縄来ねえじゃねえか。タイいねえな。ジグ当たってんね。難しい。難しいはどうす。わあ、やべ。いちいちいい音だったな。いや、いい音だったよ今の。まだ満足だよ。すいません、回収してください。ごめんよ、こんな馬鹿げたこと聞かずにいてくれ。おお、抱きしめて愛してる。なんかしたけど大崎とか出てきちまった。60で全然そこ取れるよ。どうか。ただなんかめっちゃぶっ飛んだらなんかそこが怪しくなるけど、最初の5回ぐらいは全然楽勝。ちょっとこれ60じゃきついね。60やばいでしょ。だいぶきつい。もうここまでいったら本当そこが多分これしかわからん。今60でやってるんですか。60でやってる。うわー、来た来た。でもなんか来た、なんか来た、なんか来た。うん、よっしゃー。あ、これタイっぽいね。あ、これタイっぽいね。違うか。あ、これタイか。あ、なにこれ。これヒラマサ。マジ。じゃ慎重に行かなきゃ。これヒラマサなの。やばいね。タイかヒラマかどっちかで。いや違うな。なんだこれ。サバ。サバ。レンコレンコだ。でかっ。でかいレンコ。レンコ。レンコでか。レンコでかいです。ナイス。ちょっと悔しい。横に入れてもお祭りしそうだよね。ちょっと怖そうだね。どうしよう。思いっきり前に投げたらちょっとは壊せるかも。それぐらいしかないような手が。手がこれしかない。これしかないな。こんなん投げて俺 60g やって。そこ取れんめえか。おい、まだ60やってんの。当たり前だろ。そんな一回始めたことをねすぐ変えるような、そんな根性なしに俺は育った記憶がねえ。でそこ取れねえって文句言ってる。そこ取れねえな。で俺いつも正直今日サイズがいいよ。ガッシーもサイズいいし、レンコもサイズいいし。これで終わりのかな。これで終わるのか。ノマッキー。ナイスなの。見えた？マジ？ナイスで。近め。近め近め近め。近め。めっちゃいいじゃん。見てて見てて。でっかー。え、めっちゃ美味しいんだよ。100円。200円。300円。無理。ナイス。いや、あれめっちゃ美味しいかんね。炙りが超おすすめ。炙り。やわんだ生き方を変えられたらきっと好きになれたはず。ぼんや冗談じゃない。10回じゃん。あ、10回、うん、はいはいはい。やっぱアキラでしょ。マーラちゃんだな。まあまあキョンキョンもいいけどアキラだって。
マジで何も釣れえやん。来たらかしめ。ちょっとどうしてくれんのよ。解放。解放。ちょっと俺大嫌な感じしたで。大釣れ方どうするよ俺も。解放。今回来月釣りタックル持ってきてないからさ、しけたらやることないんだよな。もうなんか持ってきてたらやっちゃうと思って。もう限界だよ体。目玉目玉目それ。もう重い重い。目玉目1、2号とかマジ重い。でも目玉よう釣れっけよね。ゆっくり巻いたら釣れる。てかゆっくり巻くためのルアーそれは。いや多分お寺は波玉がいいよ。お。来た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 。あ、抜いた。あ、プロっぽい。あ、プロっぽい。お、持ち方プロっぽい。お。恋された今は遠くだ今も追ってる俺みたい。強がってるんだよ。でも繋がってたいんだよ。あなたがまだ好きだから。俺みたい。もっとだけはよかった。今日取れたら歌って終わるんじゃないですか。それだった。おおお。なんか俺のイメージがさ、真夏はさ、もうチンチクリンネクタイっていうさ。だって真夏でもべったぞこべったぞこの時があるさ。あの時はもう寒さで超ゆっくりっていう。ちょすごいなこれ。すごいな浮いてんな。これちょっと回収しよう。やばいなこれ。船長ちょっと横向けてあげて。当たる当たる。ちょっと。さあ前に出して。さあ前に出して。ちょっと船当たっちゃう当たっちゃう当たっちゃう。ちょっと待って。待って。最初はさえた。かかってんじゃん。あるあるだ。いるんじゃない、ずっと。ずっといる説。濃厚だよ、それ。ナイスおかしい。足りないね。足りないですね。朝逃したの痛いな、これ。いかんいかん、どうしよう。何か遅刻したからかな。なんすかね。あの30分でかかったな。おおおおおお。それタイっぽくない？それタイっぽいよ。いいじゃないかな。タイじゃないんだ。いやー、ちょっと。やってみよう。あー、オニカサゴだ。うわー、めっちゃうまいけど怖いな。ニーニー来た。うわー、怖い。めっちゃうまいぜ。タイでした。痛い？ナイスナイス。挑戦。初？やったね。すごいじゃん。え、初なの？やったじゃん。上田さんどうしたんですか？釣れますね。まあ今日はそんな日なのかもしれませんね。まだこんな舞台に立てる器じゃなかった。おお、さあそれはいいね。あ、それタイだね。あ、釣れ T だね。いいサイズした。よかったね、なんか2人とも初めて釣れたんだね。めっちゃいいじゃん、よかったね。よかったです、ね、釣りが嫌いになれなくて済んだね。おお、いいじゃん、いいじゃん。あ、ここな名探偵かもしんないよ。マジで。あ、おもんだよ。はい。いやいや、まだタイかもわからんよ。イエローテールとは限らんよ。イエローテール英名だ。てか絶好調じゃん。タイだ、あれはタイだ。もう一回までドスンってやった方がいいんじゃない？60？
今これ100g のブレーディング。おう、まったりしてそうだなって。食ってるな、絶対食ってる。ちょっとさ、どっちか近寄ろう。ちょ、こっち来よっか。よかったよ、ナイス被害じゃなかったから。誰でも被害を及ぼさなかったの、さすがだよ。俺も当たりすらなくなった。マジで。でもガッシーとレンコで終わりだよ。120万出したか。マジっすか。なんでもっと出せよ。この間260m 出したっすか。260m 出して 200m ぐらいで食って。あげるの辛かった。あ、マラケ、ごめんなさい。みんなお祭りしてる。あれでも、あ、で、どういうこと？あ、魚がいるんだ。あ、え、これ誰の魚？こっちだ。あ、なるほど。どういうこと？ちょっと待って、ちょっと待って、福王。福王。誰の魚かよくわからんけど、福王。はい。多分ある。どういうことだよ。ちょっと。誰のか。だか。大変な。かなり大変。サニー。いいよもう、大丈夫。あります。すいません。え、すごくない？だって今日でも初めての子が2匹2匹でしょ。すごいじゃん。これ上田さんまだすか。これはちょっと一生釣れない、はい、なんかもう淡々と並ばしておくのがいい気がしてきた。でも黒すんのもそうなんも考えずに、もう淡々と、はい、なんか流し事に当たりが減ってない、うん、そうなんですよ。こっちのブリ釣りってさ、ブリって行く、それとボトムだ、はい。じゃあもうこちらでガンガン流した方がいいよ。そうでもないですよ。そうなの？え？立てるの？はい。そうなの？餌ない。絶対ドテラだって。だよね、絶対ドテラ。ドテラで尺になくていいよ。5回巻いて止めて、5回巻いて止めたら勝手に食う。イカでしょ、絶対ドテラ。絶対ボトムで食えたかな、ドテラの方がいいと思うけどね。てかマジで当たんね。やべえな、マジでやべえな。何も当たらんぞ。今一挙 150m ぐらい出してっけど、なんで釣れないんだろう。こんなん釣れるに決まってんじゃん。こっち釣れんかったらなんで釣るっていうと、安倍健人と一緒話。誰かの糸食ったっぽいな俺。魚じゃねえもんなこれ。ああ自分でだよ。もうめっちゃドキドキしたよ。来たーと思って。いや来たーと思ったぜ俺。いや俺もすいませんだよ、ドキドキさせてくれてありがとうよ。そうめっちゃドキドキしたぜ。いやいや、そういうことな。めっちゃ仲良しじゃねえかこれ。お前ふざけんなよ。海の中でさ、魚と出会うよりそっちの方が確率低いよな。